オシテムルは、15世紀後半における、オイラトブチョロウス氏の主張である、エセンハーンの息子であり、エセンの死後に、オイラト部族連合主張の地位を継承した。オシテムルは、オイラト部族連合の指導者、エセン大使の息子として生まれ、兄弟には、ソウ・ホルフダスン、ウマサン・ジャオーラがいた。モンゴリアを統一し、土木の変で明朝に打撃を与えた、 エセン大使はやがて大寸ハーンを死意逆して、ハーンを自称したため、エセン進化のアラクテムルは、大使という称号を自らに与えるよう願い出た。しかしエセンは、アラクテムルが大使を称することを許さず、自らの息子、オシテムルを大使とした。この一件をきっかけとして、アラクテムルはエセンに不満を抱き、最終的にエセンは、赤ラクチンによって死意逆されてしまった。 エセンの死後、オシュテムルが大使として、エセンの地位を継いだと見られるが、エセンの死による混乱によって、オイラトの勢力は大幅に弱体化し、旧モンゴルの領幸が独立したため影安、アマネ順年間頃の辞席は、ほとんど明らかになっていない。オイラトから独立した、モンゴル側ではハラチン部のボライ大使、オンギュートのモーリハイ王といった人物が、マルコルギソハーンを擁立して、 モンゴリア東部を抑え、オシュテムル率いるオイラトブは、モンゴリア西北に筆足せざるを得なくなった。アマネ1年間の末より、南モンゴルの最有力者、ボライ大使の勢力が衰えると、これを後期と見たオシュテムルは東、モンゴルへの進出を開始した。アマネ1八年、オイラトブ族連合のジジバが7万の軍を率いて、ボライに攻撃を仕掛け、 これに対してボライは6万の軍を率いて、これを迎え撃った。結果として、ボライ大使は東モンゴルのもう一人の有力者、モーリハイオウによって殺されたものの、オシュテムルは引き続き東、モンゴルへの進出を続け、このためにモーリハイオウは、オルドス地方に筆足せざるを得なくなった。この東モンゴル進出によって、オシュテムルは明朝への通行ルートを確保し、生下2年には、 部下の骨を収め、や、高山城もクジラを妙朝に派遣している。また、オシュテムルはかつて父江ンが一度支配下に置いた、コムル方面に進出していたものの、聖下5年に、オシュテムルの配下、ハイマタ、三考が反乱を起こし、400人を率いて、コムル城に入った。翌聖下6年には、ホルジン部首長の聖オーボル内を破り、モンゴリア北部の大部分を支柱に収めた。 聖火7年以降、オシュテムルの消息は再び妙朝に伝わらなくなり、聖火14年に入って、オシュテムルが亡くなったという情報が妙朝に届けられている。オシュテムルの死後はその息子と見られるケシクオロクが、大師と称して、チョロウス主張の座を継ぎ、引き続き、モンゴルとの対決、コムルへの難化を行った。エセンの後を継いだチョロウセ族長を、ガワンシャラ部長、ヨンオイラト氏は、 オシトモイダルハンノヤン、サイ・イキドウ氏は、エスメトダルハンノヤンとしており、これが明朝が記録した、アシツチョウ牧事に相当する人物であると、考えられている。また、サイ・イキドウ氏は、エスメトダルハンノヤンの後継者を、エストミとしているが、エスメトダルハンノヤンとエストミは、同じ人物を誤って二人に分けたもので、どちらもオシトモイから派生した人名である。ありがとうございます。